山際経済再生担当大臣はテレビ朝日などのインタビューに応じ、岸田総理が総裁選で掲げた令和版所得倍増は所得が2倍になるという意味ではないとの認識を示しました。文字通りのですね、所得倍増というものを指し示しているものではなくて、多くの方が所得を上げられるようなそういう環境を作って、そういう社会にしていきたいんだということを示す言葉だと、まあ、こう総理おっしゃってるじゃないですか。山際大臣は令和版所得倍増の詳細については近く設置される新しい資本主義実現会議で議論するとの見通しを示しました。また政府は新型コロナの検査の陰性証明などを活用して飲食店の利用人数制限などを緩和したい考えです。山際大臣は民間でちゃんと回せるものに最終的に持っていきたいと述べ、実証実験の後は国による検査費用の負担には消極的な考えを示しました。